アイドルグループ桜坂46のエースシングル何歳いくつの頃に戻りたいのか。21日発売のジャケット写真前後種が5日解禁された。2期生の山崎隆、先イコール立つ先がセンターを務める同曲は、初回使用限定版タイプ ABCD、いずれも CD ブルーレイ、通常版、CD の5形態。今作のクリエイティブディレクションのアートディレクションを手掛けるのは、工藤直哉氏、柴谷舞氏、辻岡翔氏、坂昌亮大樹氏。シングル「スタートオーバー」以来のタッグとなる。アーティストビジュアルアートワークのコンセプトは「新・桜前線」。テレビ東京のレギュラー番組「そこ曲がったら桜坂?」の CM にて先日放送されたティザー映像でも使われていたワードだ。日本の象徴でもある桜をアップデートし、新体制となった桜坂46自らが新しい桜前線として世界中で咲き誇っていくのか。撮影では透過スクリーンに桜を投影、メンバーの動きをセンサリングし、自由自在に桜の花びらを操って撮影をする技法が用いられた。優雅にそして力強く舞う花びらから、新時代へ向かう桜坂46の強い意志が感じられる作品となっている。